はい、定期更新です。今回は、前回からねドアップつながりということで、9月に高知で撮ってきたねウツボの捕食シーンをお送りいたします。今入れている餌はキビナゴです。この餌をね、取り巻く魚たちの雰囲気にやっぱ南国感があります。まあさすが高知ですよという感じですけど、見たところカゴカキダイ、チョウチョウオ、ソラスズメダイがうろうろしています。今映ってないけどね、イスズミも顔を出してくると思います。やっぱね普段見られている魚とはね雰囲気が違って楽しかったんで、撮影旅行ってねいいですね。また行きたいと思います。で、そんな魚たちをねのんびり見ていたのですが、まあね前もって情報はあったんでねキビナゴを入れてるんですけど、ウツボが登場してきます。ガーって感じで登場するんですけど、まずはカメラにご挨拶、ドアップです。でこれねキビナゴに興味があって寄ってきたと思うんですけど、なかなかね見つけられない。キビナゴはどこだ、美味しい匂いはするけどどこだって感じでうろうろしています。目が悪いんでしょうかね、匂いで探しているような感じはあります。というのはね鼻先に今触るかな、ちらっとね触れた瞬間にパクッと食べる感じになります。なので、触るまではその辺をうろうろしてて、触ったらあこれだって感じでね、逃すまいって感じで勢いよく食べます。で、針がかかったみたいな感じで後ずさりしてます。竿先にはねなんかグーッグーッとこの引き込むようなあたりがね出ている感じになります。で今回はね、無事というか針は、外れました。でウツボ的にはね、おなんかこのキビナゴ骨が硬かったなみたいな感じの感想だったのかもしれません。針だって、ね、認識してないとは思うんですが、どんな感じだったんでしょうか。でね、逃げていったかなと思ったら顔を出します。でカメラに向かってアピール、もっとよこせって言ってるのか、よくも痛いもさせやがってみたいなこと言ってるのかちょっとわからないんですが、アピールして去っていきました。バイバーイ。まあ、本当のところはね、このカメラも食えるのかなーなんて感じでね、ちょっと、口開けてみたのかもしれません。まあ、そんな感じでね、今日のところはここまでになります。また会いましょう。またねー。